こんにちは、耳鼻科専門診療所の岳先生です。今日の動画は喉の詰まり感、あとはヒステリー灸ですね、それに効くツボを解説していきたいと思います。これはいつでもできてすごい簡単にできるツボになりますので、悩んでる方はぜひ最後まで一緒にやっていきましょう。それでは行きましょう。まずですね、喉の詰まりの原因ですね、これをまず最初に簡単に説明していくと、喉が詰まっている時ってだいたい病院に行っても異常ないですねって言われるんですが、何が原因かというと喉周りの筋肉の過緊張なんですよ。ギューッと筋肉が緊張すると筋肉って収縮するので、そうすると狭くなってくるんですね、通り道が。そうすると喉の詰まり感、ヒステリー灸、なんか詰まってる感じがするっていうのが出てしまいます。なのでこれからお伝えするツボっていうのは喉の筋肉をしっかりと緩ませるツボになっていきますので、今日は2つほど紹介していきますので一緒にやりましょう。ではまず1つ目のツボですね、ズバリ内感です。内感です。まあまあ有名なツボなんですけど、ちょっと一緒に場所からやっていきますね。内感、手をね出してほしいんですね。手の内側にまずあります。でこの手首のですね、シワのラインがありますね。そこから人差し指、中指、薬指の3本下に行ったところ、そこの手のね真ん中のところですね、真ん中見えるかな、ここから3本下に行った真ん中のところ、そこにですねすごく痛い場所があります。そこをギューッと押します。でだいたい押す時間はですね5秒ぐらいですね、5秒ぐらいじわーっとして離す、でまた5秒して離すって感じですね。これ反対も同様です。反対もこの手首のシワのところから人差し指、中指、薬指の指3本自分の体の方に行ったところの真ん中、だいたいねこの真ん中のところに筋が2本あるんですよ。こうやって2本電車のレールみたいになってるんですけど、その筋と筋の間です。間がちょうど腕の真ん中になってくるので、そこを同じように5秒押します。 1,2,3,4,5、 そうです。これがまず内感になってきます。これね別の効果としては結構乗り物用に使えます。乗り物用なので、乗り物用しやすい人はこれ押しながらこうやってね電車とかね船とか乗っていただければと思うんですが、ちょっとごめんなさい余談でした。で2つ目のツボっていうのが合谷です。合谷の場所なんですが、手のところにあります。手のところです。手のところね、こうやって開いていただくと、手のところですね、こんな風にしてください。こうですね。そうするとちょうどここがねなんか三角形になってると思います。でだいたい位置はこの辺になりますね。この辺、ここをしっかりとこう親指でこんな風に押してください。見えますかね、これね、こういう感じです。これも結構ね痛いポイントがあるので、痛いとこ探して押しちゃっていいです。5秒押したままキープ。1,2,3,4,5で反対も同じ、こういう風に出してもらって、ここの三角形のだいたい真ん中あたり、本当はね厳密な場所があるんですけど、ちょっとそれはね難しいので割愛します。だいたいでいいです。これも押して 1,2,3,4,5で、ツボの注意点としてはグリグリしないようにだけしてくださいね。でこれらをですねしっかりと押すことによって喉の詰まり感がだんだんと取れてきますので、ぜひこれも試してみていただければと思います。こんな感じで今日はですねツボの動画として珍しいんですが、ツボ押し、こんなツボ押してくださいねっていう動画を出してみました。他にもですねこんな症状に効くツボを知りたいよっていう方は、ぜひコメント欄で言っていただければ、動画の内容を考えるときに企画にね上げていきますので、どしどしコメントお待ちしておりますので、それではまた皆さんお会いしましょう。